さあ WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチの選手です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。というかね、うん、まあ、これはもう1ラウンドの立ち上がりはやっぱり大事ですからね、はい、まずはこの左のジャブガードを固めてワンツーを放っていきたいと思いますけれども。そうですね。で、まあ、軽量級ならではの、はい、魂自らのホームで世界チャンピオンとして帰ってくることになりました。そして3です。左のアッパーを放っていきました。飛び込んでの開けた。さあコンビネーションまとめていく。まあ、大人の1ラウンドを過ごしたって感じでしたね。あの様子を見て、ええ、まあ、無理に打ちに行く、はい、拳を痛めてしまってですね。そうですね。なのでやっぱり打つところ大したものだと褒めてやりたかったというふうに前回の最終12ラウンドダウン劇を語っ、ジャブの打ち終わりですよね。アッパーしっかり狙ってましたね、はい、またあのこの左ジャブですよね、非常にあのストレートで村田選手この日井上尚弥の動きですけれども、あ、ちょっと攻められているシーンがありますが、後藤選手はどういうふうに映ってますか。ガードをしっかりしていて、井上選手に対するステップバックから、そして左のジャブをちょこんと当ててワンツー、左ボディジャブが非常にいいと思いましたね。右アッパー、迎撃の右アッパー、いや左フックを放って左フックを放っていきました。左フックを強振しますよね、左、ね、そこら辺は16連勝中という名体でも、はい、今具志堅さんからもそのキーワード出ましたけれども、自分と言いますか、あの村田さん、やはりここから辺ガードの硬さというところはセコンド陣をかなり意識しているそうですよという結果に見舞われましたけれども、今あのバンテージの巻き方を工夫しまして厚みにあって拳、川島さん、はい、スイッチしてますけれども、非常に余裕ですよね。井上尚弥は本当に多くの引き出しを持っているのが伺えます。さあ左のジャブからボクシングもできるんだという、そういうボクシングですよね、はい、細かく打っていきます。一番怖いのはやっぱり、キー抜かないって見せました。チャレンジャーのピッコンボやりたいことをやらせない、手も出せない状況にして、そしてそういう状況にもですね、なんといっても KO 率しかも 80% です。そして頭を沈めて、まあ、ここで左ジャブ放って最後危ないシーンがありました。ローブローですね。ローブロー打ったんですね、しかし相手は手を止めません。ストーンしてますね、左のボディを放っていきました。このコンビネーションに対してガードをかけてボディを放っていきます。左のダブルおっと右を返してきました。さて今中盤に入っていますけれども、村田選手と左のジャブで試合を組み立っていこうという井上尚弥、しかしコーナーしですね、そうですね、攻撃のパターンにですね、しかしここは距離を取りながらなってるのがちょっと僕も気になるんですけど、ね、そうですか。あ、ここでラッシュをかけています。強く打ってますね、左のボディです。大丈夫ですね。上にパンチを浴びせて、その後に左のボディを放っていく、うん、続けてほしいなと思うんですけど、やっぱり今日左 のジャブが上がるとさらに距離を詰めてラッシュをかけていこうというところ、今お互いの腕が交錯する形、拳が当たると痛いのかな、うん、やはりここでも左の、ボクシングしてますよね、はい、右、まあ、井上のこの中盤の攻防ですけれども、今この流れとしてはどうでしょう、どうご覧になっていらっしゃいますか。あのですが、今大橋会長に確認したところ、拳はおそらく大丈夫ではないかということなんで、ね、このジャブ1本でですね、左一本でも戦えるようなボクシングしてますよね。1万ボーンゴーキャットジムですけれども、まあ、かつて井上尚弥が WBC 世界ライトフライダメージを感じてるんではないかと見てますね。あ、そうですか、はい、レンジャーサイド森アナウンサーのリポートではありますが、川島さん、しかし絶えず距離を潰していこうという、あとこういったところを狙っていきます。良かったので、そういう意味では自分の中でもやはりガード、ディフェンスというと左は世界を制すると言いますから、はい、本当にその通りですね、このジャンルは。頭をつけてショートパンチを浴びていきます、左手を放めというところで、村田さんはどんなところを期待されますか。攻撃を仕掛けていきます。チャレンジャーのペッチマンボーンゴーキャットチームです。左のフック、硬い、硬いですからね、はい、ボディを痛めつけた方がいいかなって感じ。距離を取っていきます。井上尚弥左のジャバを放っていきます、軽くこう打って動いて打って、はい、こうついていきます。左のジャブステップイン、中に入っていきます。やはり村田さんの見た通りといいますか、村田さん、はい、あのそういった中に出るしかないですから、絶対に倒しに来るしかないんで、はい、そしたら隙もできますんで、はい、チャレンジャーサイドという話をしています。さあここでまとめていきます。コンパクトにコンビネーションを打ち込まなく35秒というところになっています。さあロープを背負わせるか、圧倒しますね、前で井上、さあチャンスを迎えた、ここでノックアウトを狙うか、10秒ミストが打った、聞こえた相手の心のへし折る音が
いやしかし井上直也見事3度目の村田さんからもお話がありましたけれども、やはり具志堅さん、はい、会ってもらって、そして直也との一戦ですよね、